本日3点目の新作紹介です、はい、こちら品番が 5359C のバイカラーボーダートップスです、はい、お色が左からグリーン、オレンジ、ブラックの3色展開で、はい、お値段が3300円でございます。はい、で実際お見せすると、はいはい、今手に持ってるのがブラック、首元はグリーン、はい、です、はい、そしてうんちゃんが着てるグリーン、はい、首元はちょっとピンクかな、はい、です、です。そして私が着てるオレンジ、オレンジは首元なんかアイスブルーっぽい感じかな、うん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 、のお色のこちら3色展開でお値段3300円でございます。はい、じゃあおすすめポイントお願いします。はい、おすすめポイントをご紹介していきます。今年イズシーでは大フィーバーデニムの次にボーダーの波がすごくてですね、ボーダーのカラーバージョンを今回は入れてみました。で、割と形自体はベーシックなんですが、丈感もそれ長すぎない丈感で、うん、ドルマンちゃドルマン、あのワイドシルエットではあるんですけど、そんなにこうドルマン感が強くない、本当に形はシンプルベーシック、本当にあの着回しがしやすい、スタイリングがしやすい形になってます。うん、ただシンプルじゃね、やっぱイズシーらしくないの で、 そうです、ね、色味でカラーリングでちょっとトッピングを加えられております。はい、あの最初からね、先ほどから結構注目してくださってますが、あの身頃は結構ベーシックな色入れてるんですけど、首元にこうほんのりパラの色味をバイカラーにすることによって、うん、ちょっとこう単調にならない感じを演出しております。先ほど最初もご紹介しましたが、グリーンはちょっとピンクで、ブラックはミントグリーン入ってて、オレンジは首元がかすみブルーって感じの色が入ってます。この配色がまたすごいポイントになって、私ネックレスもつけてはいるんですけど、まあ、ネックレスいらずというか、うん、パッとこう華やかになるアイテムでして、で素材自体も薄手で本当にサラッとしてるので、うん、あの初夏ぐらいまでは全然余裕で着ていただけるアイテムでございます。でそれまくりしたっても全然もたつかないっていうか、うん、すっきりあの着ていただきやすいので、息も長いし着心地もいいし、そしてベーシックなのにちょっとカラーリングがおしゃれという、すごいいいとこ取りなアイテムでございますので、ぜひマストな、この夏のマストなアイテムでございます。マストはい。あちささん、黒ボーダー、襟黄色かと思ったらグリーンなんだねって。そうなんですよ、黄色ではなくてですね、ピスタチオっぽい感じです、うんうん、じゃあサイトの方にもね、クローズアップ載ってますので、ぜひ見ていただければと思います。思います。はい、あのりちゃんさん、ニットですかってあるんですか。あ、ニットではございません、薄手のカットソーでございますですね、カットソーで、はい、今から大活躍、間違いがない、間違いなし。なんで今なんて私がちょっと伏せちゃったけど、いや、スルースルーできるようになってますけど、なんて髪がもうめっちゃ髪ました、すいません。はい、テンション上がっております。そういうことでございます。はい、三日月さん、生地が薄めですか。うん、結構薄めです、うん、この間ご紹介したあのロゴ T かな、これと同じくらい薄めかも、うん、確かにこっち薄いかもしれないです。でこのね、結構薄いですよってご紹介した T シャツ、先週の新作なんですけど、これより薄いと思います、うん、こっち長袖の方が、なんで本当にね、生地感は春夏ぴったりぴったりアイテムです。ですはい、アースさんがブンちゃんに黒ボーダー着てほしいって。あ、了解です。じゃあ着替えてきます。はい、じゃあブンちゃんに着替えてもらおうと思います。はい、はい、そして丈感が見たいって、アイさん決めていただいたんですが、私の身長で骨盤よりはるかに下ですね。ちょっともうここですね、お尻は全部とかでもほぼ隠れてます。うん、なんか ね、2ミリぐらい出てるぐらいですかね。2ミリかほぼ、感じでございます。はい、はい、なんであの万歳してもこれは問題なく着ていただけますし、はい、全然これは問題ないと思います。はい、あわたさん、グリーンの着回しみたいです。 OK です。後ほどオレンジもね、あのどんな合わせしたいか分かんないってあったので、あのいろいろ着回そうと思います。はい、はい、うん、あ、沙織さん、ごめんなさい、全然です。お値段聞き逃しました。あ、ちゃちゃちゃ。お値段は3300円でございます。はい、今日ちょっとあの口がちょっと超不調なようで。田中さん、モピちゃんの色でスカートアウトお願いします。あ、OK です。じゃあちょっとしてみようかな。いいと思います。でもね、私黒とかは間違いなく合うと思うんですけど、こういうベージュでもいい、うん、可愛いと思うんですよ。春っぽい。ね、春っぽいですよね。うん、これもね、火曜日の新作やったやつなんですけど、黒とか白がオレンジに合うのは間違いないですか。こういうベージュとかでちょっと柔らかく春らしく着てもらうのもおすすめなので、後ほどまた、はい、着てみようと思います。はい、もぴちゃんは2ミリが
体感で分かる。天才やん。確かに確かに。あやさん絶対音感だな。絶対ない。絶対天中。絶対天中。あんまりかっこよくない。分からねえ。なんか聞いてください、あの私が測るので。すぐ測ってくれる。すぐ。でも見りたいんですけどね。でございます。はい。ちょっと上行きますね。はい。ね、ほんと可愛いですよね。あ、最近何着ていいかわからないくらいそのトップスいいかもね。これはほんとおすすめです。うん、おすすめ。ね、しかも細ボーダーなんで、なんかボーダーって結構懸念されたりするんですけど、まあ、春の定番ですし、細ボーダーなのでこれはあの膨張とかしたりしないかなと思います。うん、大人っぽい印象になるね。ね、うん、です。あ、7183何時までやりますかってあるんですが、はい、7時までの予定でございます。はい、お付き合いください。はい、あー、はい、いいですね。あ、やっぱ定番いいですよね。はい、定番やわ。私何気にこれ欲しいんだ、この色。え、かわいい。かわいいよね。なんかボーダー私大好き人間で、めっちゃもう単身そう、夏の服とかほとんどボーダーしかないんですけど、この配色は見たことないんで、すごいおしゃれ見えがして、しかもなんかなんだろう、目立ちすぎるなんかデコラな配色じゃなくて、ほんのり、しかもそれが顔周りにあるってところで、なんか今リモートのミーティングとかあるじゃないですか。これ着てもなんか、え、なんかおしゃれやんって突っ込んでくれそうな感じがするので、あのおうち着にもいいかもしれないですね。おうち着というか、まあリモートミーティングの時とか、なんかオンライン飲み会の時とか、ちょっとデコラにするとかいい気がします。うん、はい。あ、ジャンスカルバーしてみてほしい。ジャンスカルはね、ちょっと商品でないので、もしいけたら後でサロペットとかあれば、うん、合わせてみようと思います。思います。あら、女子ですね。うん、雰囲気変わる、ね。でもやっぱベージュもいいですね。うんうん、かわいい。合わせがかわいい。いけると思います。ありがとうございます。あ、ブラックがいい。でもグリーンが好きかも。あー、迷いますね。迷いますよね。迷いますね。あゆみさん、ありがとうございます。今から見ます。かわいい。いくらですかってあるんですが、こちらは税込み3300円のお洋服になっております。はい。はい。うん、あ、はい、読んでたわ。あ、読んでた、あるある。読んでたあるあるでございます、はい。あ、日曜日再販だったボーダートップさんも再販ないですかってね、みさん。これ読んでないかな。読んでないです。これはあれですね、ここはこう折り返しに行くのが配色のタイプの方ですね。うんうん、あれも一応再販のご予定ございます。ただちょっと、3月中ではなく、おそらく4月上旬ぐらいになるんじゃないかなと見込んでおりますので、はい、また決まったらサイトの方でお知らせさせていただきます。はい、はい。あ、のりちゃんさん、確かに、あ、フリンチデニムにも合いそうって。合いそう、合いそう。間違いない。昨日のね、再販やった。うん。うん、絶対合う。モピちゃんも買ってたもんね。はい、ガチ買いしております。足が長く見えるので。足が長いんだよね。あ、そう。いや、よりやっぱ足が長いから合うっていう。うん、はい。すいません。で、感じでございます。はい。いや、じゃあね、全然関係ないけど、モピちゃん、絶対計測って。あ、いいですね。いいね。絶対計測。これから特技で、特技の何とか、それで。それかけるって思うですね。やりますわ。はい。でちょっとあの戻るんですけど、さっきあの着て、うん、一緒に着ていたワンピースちょっと見てみたいですってことだったので、こんな感じ、ちょっと着てはいないですけど。あ、でも可愛い、うん、可愛い、この感じ可愛いと思います。え、可愛い、 いいですね。可愛い、紙ワンピのインナーにもいいと思います。なんかそういうのはオレンジとかでも、グリーンでもいけそうですね。グリーンでもオレンジでも合う。はい、インナー使いもできちゃう優秀な子です。優秀ですね。はい、ワンピ合わせもぜひご検討ください。このワンピもね、まだ4月上旬販売なのでお楽しみでございます。先出しするとちょろっとこうレースがねついてて可愛いアイテムなので、お楽しみに。楽しみに。はい。あ、皆さん迷ってますね、コメントでも。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、ボーダー無意識に増えていくよねって。うんうん、そうなんです。増えますね。あ、ボーダー人間の方いっぱいいますね。いや、私はそうなんです。私は今年だけでなんか3つくらい買っちゃった。分かるんですよね。ちょっとけど今日のも欲しいっていう。毎年ボーダーって欲しいんだよね。いや、いそうなんですよね。あ、トイさん、2色買いしちゃおうかなって。あ、でも、うん、全然印象違うから、うんうん、だってほら、ボトム買うだけでこんなに印象違うんですよ、ね。さっきスカートだったのにね、そうパンツに合わせるだけでね、違うし。そう、うん、これグレーのパンツなんですけど、いけるいけますね、このいけるいける、かわいい。ありがとうございます。かわいい。あら、いけますね。で、こういうね、ベーシックもいけるし、ね、いけるし、同じもので多分見えないと思います。いや、確かに。はい、全然雰囲気変えてる、変えれると思います。皆さん、コメント上手ですね、スタンプで、うん、何人の名前を打って分かりやすいですよ。分かりやすい、とても分かりやすい。今、まあ、このトップスの人気ダービーがすごい分かりやすいです、ね。はい、うん、あ、何月ぐらいまで着れますかって。あ、でも多分初夏ぐら
うん、結構本当薄手なので薄手のカットソンなので、うん、初夏ぐらいまでは全然あの問題なく着てもらえるかなと思います。はい、うん、絶対いけるよね。いけると思います、うん、いけると思います。浅田子さん、ボーダーは着ちゃうんですが、うん、その細さのボーダーは綺麗め合わせいけますかって、いける。うん、綺麗め、さっきもっちゃんのと似ちゃうけど、やっぱこういうスカート、うん、色味をシックにしていただくとか、うんうん、これカットソーだけど、まあ、マーメイドスカートハウスは鉄板だと思います。いいと思います、はい、いいと思います、はい、シフォン系のスカートとかね、ちょっと今ここにないけど、うん、あとフィティアードのスカートとか多いので、うん、そういうものを合わせていただくといいと思います。はい、はい、思います、うん、はい、です、あ、サラペット合わせみたいです、うん、OK、ちょっと最後時間があってサラペットがあれば、うん、ちょっとあのやってみようと思うんですけど、もしなかったらすいません、はい、ごめんなさい、うん、あ、スクエアネックサマーニットのボーダーとどちらが使いやすいですか？で悩むところ。むずいですね。むずいな。むずいですね。まあ、多分全然雰囲気は変わると思います、うん、あれと。女性らしく、まあ、レディーな感じが良ければ、断然スクエアネック の、うん、あのサマーニットの方なんですけど、うん、やっぱちょっとボーイッシュに、カジュアルに着たい方はこっちかな。オフィスにも着たい方は断然スクエアネックの方です。うん、はい。普段使い重視はこちら、おすすめでございます。はい、あ、レイチェさん、レッドアップで見たい、うん、こちらね、あのオレンジなんですよ、実は、うん、結構ね、くすみとかなく、ほんとしっかりしたオレンジでございます。でオレンジで、ここは首元はちょっとライトブルーっぽい、アイスブルーっぽい感じの配色になっております。はい、うん、あ、しおりさん、ジーシャン届きました。ジーシャン持ってもらえませんか？ OK です。インナーセット、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいことに完売させていただきまして、そうそうそう、一瞬でございます ね、 ね、そしてこんな感じかな。他の色でもまた後ほど羽織ってみようと思うんですが、ジージャーにオレンジ可愛い、いいですね、可愛いですよね。いい、これは、ね、グレーでもいいし、スカートでもいいし、可愛い可愛 い、 可愛 い、 可愛い。なんかオレンジ初挑戦の方とか、こういう羽織したらやっぱ見える面積がちょっと狭くなるので、うん、今とかだとね、羽織全然必須なので、こんな感じでトレンチとかと合わせてもらったりとかでも可愛いと思います。はい、ね、いいよね、これ可愛い、ね、うん、あ、そうです、今 3点目でございます。ありがとうございます、はい、京子さん、カラーティアのスカート黒と合わせてもらいたいです。あー、 OK です。ちょっとパッと合わせるだけでも大丈夫ですかね。ごめんなさい、すいません、はい、ありがとうございます。あとまた後ほどね、あ、いい、かわいい、え、かわいい、かわいいですね、かわいい、私好き、私も好き、ね、多分これトップス変えてこのグリーンとかでももう間違いなく合うし、まあ、黒なんでね。でも私あえて黒ボーダーに黒でもいい。あ、私黒ボーダーに黒好き。あ、ぶんちゃん着てそう、うん、ね、リアルに着たい、ね、なんか黒に黒やけど、この首元、襟元があのやっぱちょっとピスタチオというかグリーンっぽい色味なんで、そんな重たくならないと思います。しかも細ボーダーやし、ね、こいつ優秀ですね。優秀、こいつ優秀、合わないものがない、ね、これは間違いなくいいかも。だって今日の最初に紹介したフリンジのトップスでも合ってたし、おすすめでございます。おすすめです、はい。